浅草浅草寺の地区の境内って言えばいいのか、にある、弁財天です、ね、弁天堂、ここで松尾芭蕉の火を読んでると、九番王の墓かお宮里花の弁財天を歌った時の鐘というのは浅草の弁天様というと、まあ、実は池があるんですけども、水はない池がありますね。弁天山と呼ばれる丘に、昭和54年に再建されたもので、ご本尊は白髪のため、老女弁財天と言われて、関東三大弁天様ですね、一つされていると。小田原北条氏の信仰が厚かったという。昔の狛犬ですかね。弁天様の昔の狛犬かありますな。こういう似方は闇を見るということです。こういうことをする人が後ほどないんで持ち合わせね。どうせなら、ここからありますかね。多分昔は、そっちから降りたと思いますね。同じ道を通らないっていう。なるべく通らないでいこう。